to pay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through. No. 煉獄さん大好きのおちゃんと。温泉大好きミキティのハッピーセラピストはさすがに煉獄さんは知ってるでしょ。分かるわ、さすがですね。映画見た人は分かりますね。はい、目にも出てきます。あのね、超いい人ってやつだよね。はいはい、あね、今日はね、まああのこの前回前々回とかにお伝えした通り、はい、やっぱりこうセラピストが技術がレベルアップしてやっていくような内容をお伝えしたいと思っていて、うん、で、まあ、YouTube の方ではもう基礎の部分を、うん、少しやっていけたらなと、うん、まあ、そういう基礎の中でももっと細かくなんかいろいろやっていくことでレベルってすごいやっぱ全然変わるじゃないですか。全然変わります。なので、はい、なんか一個ずつそういうのをちょっと出していこうと思ってます、うん、はい、どうしてもね、基礎を飛び越えたい人が多い、うん、私もそうでしたね昔、はい、飛び越えたいんですよ。もっと症例別なのを聞きたいとか、肩こり聞きたい、腰痛聞きたいっていうのが非常に多いんだけど、うん、やっぱりまず基礎をしっかりやってからじゃないと、やっぱね、セラピスト自身が疲れる施術になっちゃったり、うん、そうあとね、施術の深みがなくなるんですよ、うんうんうん、基礎をまず知ってこの土台を大きくしてから深く、うんうんうん、勉強していくと、土台が大きいままね、あれなんだけど、はい、土台がちっちゃいままね、勉強してもね、細いままなので、うんうん、その辺しっかりやっぱり、ね、うん、アロマの方も、ね、整体の方もそうですので、はい、やっていきましょう。で、私は今回は、もう本当に基礎だなって感じですけど、警察をオイルでやっていくやり方で、うん、まあ、体勢だったりとか、うん、まあ、力をかけるポイントだったりとかで、うん、そのすごい同じ警察としてももう全然違うものが出来上がっていくっていうのと、はい、うん、まあ、手が小さい大きいとかいろんな方がいるので、うん、そこでどうやったらこういう風になっていくかっていうのが、うんうん、より技術が上がる見せ方のコツみたいなのを入れていくので、うんうん、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあレッツゴーネクスト。今日は、アロマトリートメントの基礎の、警察から、まあ、とにかくこうストレートに進んでストレートに戻ってくるっていうシンプルな手技のやり方をまずやっていこうと思います。多分今整体とかやられたり、あと、まあ、他いろんなリラクゼーションやられてる方とかで、ちょっとなんかオイルでリンパ流してほしいとか、まあ、男女問わず意外とそういうご要望を受ける方も多いようで、なんかこう基本の基本どこか分かってると、このただこのストレートに行くこのシンプルなトリートメントが、あ、今年ちょっと上手いなっていう風に思ってもらえる主義になるかっていうポイントをお伝えできたらと思います。で、まず大切なことは、お客様の形を知るっていうのがオイルトリートメントの一番大切なところになります。っていうのがこう密着って言って、お肌にいかにこう吸い込まれるように、吸い付くようにこうくっついて、トリートメントオイルを動かしていくっていうのがすごく受け答えの差になるので、お客様の体の形を知らないと密着っていうのがなかなか作れないのかなっていうのがまず一つで、もう一つが立ち位置と重心の移動になります。で、トリートメントするときに移動しやすい位置に立っていることと、その足幅、この移動距離に対してちゃんと足りるかって、まあ、もちろん少し歩いたりとかすることもね、すごい足が長い方だったらありますけど、まあ、基本的には自分の足幅で足先までこう持ってこれるように移動するっていうことと、で3個目がその移動するときの重心というか、その体の軸がやっぱりこのへそ下の丹田にあることっていうところと、まあ、どうしてもトリートメントする時って見ちゃうんですけど、進む時は、まあ、腰痛めたりとかするのの予防にもなるので、進行方向の前の方に顔をやる、なんかこういう状態でトリートメントしないってことですね。で、なので向いた状態で背筋を少し綺麗な状態で進んで、引っ張る時にこう手がついてくるような状態っていう風にやってきます。ネクスト。まず、まあ、オイルトリートメントする時、まずオイルをつける、塗布って言ってオイル塗布をして伸ばしていくっていうのをやるので、それからやっていきます。で、まあ、タオルワークね、すごい大切なので、またなんか別の時にも紹介できたらとは思うんですけど、結構なんかこのペーパーショーツのところにタオルを入れ込んで
なんか見えないようにちょっと配慮しながらやられるところが多いかなと思います。こうですね、はい。でそのお客様の身長とか足の長さ、あの大きさとかにもよりますけど、まあ、割と165センチで身長高めの方なので、まあ、500円玉より少し一回り多いぐらいのオイルの量っていうのをつけて、でちょっとだけ後でロミロミみたいな肘下の手技を使う場合は肘下にもちょっとオイルを塗っておくっていうのを、まあ、本当軽くですね。で基本は手のひらにつけて、まずお客様につける分のオイルを塗布していきます。で足幅としては、足の後ろ足がお客様のつま先ぐらいの位置ですかね、まあ、ベッドでやる場合ですけど、で、まあ、ふくらはぎの真ん中ぐらいの位置っていうのに今外側の足が来ていて、で最初下にあるときは後ろの足に体重がかかっている状態から前に移動するっていうこの動きで移動してきます。でまず豆腐からですね。豆腐は手のひらのこの下の部分からペタッと、下からペタッと丁寧につけていって、そのまままっすぐ下ろしていきます。で、必ず足先まで包むこと。でもう一回オイルを塗っていくのに、両手で進んでいって、塗るというのをやっていきます。なるほど。塗布はすごい簡単です。ペタペタ片手で登って塗っていくだけ。で、引っ張って、で引っ張るときって結構密着は作りやすいので、本当に体で引っ張っていくっていう感じで足先包んできます。ネクスト。で手のひらって真ん中の部分って皆さん大体くぼみができてますよね。でこのくぼみのところがこのお肉に当たってしっかり密着するような形で進みながら、そこに指も合わせて体に沿っているっていう形を作っていくのが密着のポイントになってきます。真ん中をまず当てた時に隙間がないこと、で指もこう反っちゃったりとかすると浮いてね感じるので、指先もしっかりつけること。で、まあ、手が大きい方とかだと結構親指、まずその方の大きさと自分の手の大きさのバランスによりますけど、まあ包みやすい形の手の重ね方になると思います。例えば私割と手が大きいので、親指はもう割と重ねた状態で4指と手のひらで流してくることが多いです。で引くときは外側を通って包む。であと手がそんなに大きくなくて、やっぱり大きくたくさん密着している方が気持ちよく感じていただけるので、まあ、大きく見せたいっていうときは、手をずらして外側に、外側の手が前に来てっていうのが、内もものところ深く入っちゃうとすごい際どい手技になってしまうので、内側は、まあ、10センチくらいは入らない形、外側は外の、大天使のところのね、太ももの大腿骨のところまでしっかり上まで行く形で、まあ、その履いていただいているものにもよると思うんですけど、内側と外側は行ける範囲がかなり差があることを覚えておいてください。これ行っちゃうと結構えってなるので、まあ、クレームまでいかなくても、それでなんか一言いただくことって今までそういうふうに言われちゃった方もいたので、ついつい私たちこうなんかやることに夢中になるとスコーンっていっちゃうんですけど、内側は必ず外側に手を逃がすっていうのを覚えてください。で、手のくぼみを密着させて4指もしっかりくっつけながら体で移動して、で体で引いて、で重心は後ろ移動ですね。くぼみが密着して4指も反っていて、前に重心が行きながら、まあ、お腹で体重を押して移動してます。で後ろに体重移動で、これまあ最初の手技よりも今外側の4指が戻ってくる、こう引く時に4指で溝を作りながら引っ張られた感をわざと作ります。でそうするともうただの警察から今進化して、もう揉み応えがあるトリートメントに変化してきてます。で最後締める時は表面の本当に薄い皮膚のところをこうそーっと流れて上に行って、
降りる時もそーっと降りてって止まるぐらいスローになって進むという、こうストレートにこうトリートメントする時にも差をつけるっていうのが上手なトリートメントのコツになっていきます。でも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。